Hey everyone, welcome to Momogi's Genshin Impact video. I'm Rin, and it's time to continue chapter 1, chapter 2, act 1. This is Hiromi, who we saw earlier. Can I pick this flower? Nope, it's a pretty flower though. We are back from our exploration, Toma. Oh wait, with Toma, has Toma like been with us the whole time? yeah, so this is the Inspector Kageyama. Konnichiwa. Migun no shoumei to shima e jouriku suru mokuteki o oshiete kudasai. Ah, mochiron Toma-san wa kekkou desu. 皆さん、見ないお顔ですね。どうしたんですか？お二方の詳細と荷物を持っているかどうかを。Let's be honest, yeah? Ah! 規則に沿ったものではなく、そのような個人的な事情が理由ですと、原則として通すわけにはいきません。 すみません。やはりお二方には。これが二人の上陸手続きの書類だ。確認してくれ。おい、あるならもっと早くに出しとけよ。君たちがどう対応するのか少し気になったんだ。悪いなり。ああ、そう。He could have just showed her like right from the start, eh? Well, it didn't raise suspicion or anything. これからどこに行けばいいんだ？音楽観察だ。ここは上陸の可否を調べるだけなんだ。離島に滞在するなら音楽観察で滞在手続きを行う必要がある。 That's where Miss Eureka is, right? なんか聞いただけで厳しそうなとこだな。稲妻では外国から来た人間を外の人と呼ぶほどだからね。この言葉からもわかると思うけど、鎖国令によって封鎖されてる今の状態じゃ、外国人が簡単に受け入れられることはないんだ。たとえそれが違法人居留地のあるこの離島でもね。Yeah. 君の覚悟は気に入ったよ。俺たち気が合うんじゃないかな。じゃあ行こう。音楽観察へ。これらの規則のほとんどは離島をずっと管理してきた勘定奉行によって定められたものなんだ。勘定奉行？稲妻三奉行の一つで、主に国家の財産を管理したり、 国に利益をもたらしたりするのを責務としている。あれ、聞いたことなかったかな。身分証明書を提示してください。A travel permit. Well, Toma is our special connection. The honorary knight of Mondstadt after all. No idea if that works here. Will that make a difference? Let's see. Will it be any different at the shops now? Doesn't seem like it.
Where's the teleport waypoint that I missed? Ah, over here. Okay. Now. Ah, yeah.This way. So it's really seeing Eureka. Okay. すでに上陸手続きは済ませてありますよね。では滞在手続きを行いましょう。そちらのお二人ですか？そうだ。はい。では。手続き料の200万モラをお支払いください。200万、手続きだけで200万もするのか。 When she said processing fee earlier, I didn't think it would be this much. I don't think we even have this much. はい、お一人100万ですので計算に間違いはありません。はい、もう、ご安心ください。いや、間違いというか、そういう問題じゃなくて、お嬢さん、この二人は俺の友達なんだ。ほら、俺って一応ここの顔なじみでもあるし。 I hope we can rely on Toma here. あら、トーマさんのお連れ様でしたか。では、トーマさんの顔に免じて40万もらにしましょう。Well, that is a huge discount from 2 million, but it's, yeah, still quite expensive. 本当に感謝するよ、ゆりかさん。でも、俺から見たら手続き料なんて600モラで十分じゃないか。ここは俺が代わりに出すよ。後で君に飯をおごってあげるからさ。どうかな。わかりました。それで手を打ちましょう。Hey! 今登録しますね。What? That works. Yeah, I mean, how did that work? Like, from 2 million to 600, with 2 million to 400,000 to 600? What? Who is Toma? He's powerful. Hehe, 毎度。Well, wow, that's cool. Hey, 200万が600って、夏マジの金銭感覚おかしすぎだろ。More than Mora, Chong Li's relationship. Well, feels different. I don't know.そんなに驚くことじゃない。手続き料自体が私的な要望なんだ。But do some people really pay that much? 音楽観察では手続き料をいくら取ろうとも最後は全て観察官の懐に入る。それが多いか少ないかってだけで、それ以外は重要じゃない。もし不幸にもここに滞在することになった外国の富豪商人が現れれば、so it's more like because he's here with us and he already knows all this, that there's no point in her trying to charge us more anyway. そいつからがっぽり稼げる。そう。そんな時に現地の友達がいることの重要性、君たちにもわかるよね。I'm really glad that Beito introduced Toma to us. Ah, 異教の客人が鎖国中の稲妻に訪れているんだ。仕方ないと思うのが普通だろ。外国の商人ができることは仲間同士で助け合うことが関の山。これが離島にある万国商会が発足した由来でもあるんだ。The one headed by Mr. Kurisu?外国人が自分たちで立ち上げた商会か。そうだ。
商会は利益のため以外にも組織の取り組みや管理などで稲妻に住む外国人の支援も行っている。商売の道と生存の道、その両方を担っている商会だ。Yeah, but we should still ask Hal, right? Because we are going to meet her one day. なんか外国人って稲妻で生きていくだけでも大変なんだな。それが君たちの目的か。なるほど。君の立場を考えれば確かにそれは遠い目標だろう。ライデン将軍は唯一無二なる高貴な存在、全ての生物が見上げるべき神なんだから。Oh, I still have to find a way. この世の出会いはいつも捉えどころのないものだと言いたかったけど、君たちならもしかすると午後の散歩中にでもライデン将軍とばったり会えるかもね。無理、そんなのありえないだろう。わかった。率直に言おう。君たちをライデン将軍のところまで導く術はある。Well, given his connections, I think I can trust that. But is there a price for this? 本当か？離島の顔役にそんな権力があったなんて。持てるすべてのコネを使えばなんとかなる。だがその前に。権力というのも高く売り買いされているものだ。Yes, I understand, and I'm wondering about that price. お前もかよ。俺の言う売り買いはモラを払うことなんかじゃない。Well, what price is it then? それどころか対価を払う必要すらないんだ。ただ望むものを手にしたいのなら。人々の問題を解決してもらいたい。すべての人が幸せになる方法を探す。それが俺のモットーなんだ。かっこよく言ってるけど、オイラにはわかる。お前、自分が人に恩を売りたいだけだろ。Yeah, what's the job? おっと、なんだか君たちから悪者でも見るような視線を感じるが。ま、それは一旦置いておこう。Trading favors, right? We can understand that. 状況を説明しよう。さっきも言った通り、万国商会の会員はかねてより生き残りの厳しい状況に陥っている。最近はそれがますます加速しているんだ。君たちに何かできないか様子を見てきてほしい。商会の会長はクリスという俺の友達だ。俺はここで君たちからの切符を待ってるよ。 OK, let's go talk to Chris. 使えないんだ。きっとクリスは今も散々な目に遭ってる。早く彼のところへ行ってきてくれ。It was this way, yeah?おや、万国商会に助けを求めに来たのですか？もしや、隠国観察にモラを。Who's your friend too? それならよかったです。来て早々、財産をすべて失うことにならないよう、気をつけてくださいね。最近、商会で困ってることはないか？困ってること、至る所に困難がありすぎてもう慣れてしまいました。鎖国令って外国から来た人にとっては大変なんだな。問題の根源は鎖国令ではありません。活動範囲が制限されるとはいえ、それでもそこそこやっていけました。実際に我々外国の商人を搾取しているのは勘定奉行にいる強欲な奴らなんです。おいら覚えてるぞ。三奉行の中で
離島を管理してる奉行のことだよな。はい、高額な税金徴収や不条理な規則、それだけならまだ良かったのですが、一番ひどいのはここ最近新たな税収法令が出されたことです。上納する税金がモラから消化骨髄というものに変わりました。 What's that? I don't think I've heard of it before. And more importantly, I'm wondering why do we want this thing? 消化骨髄？その法令が出されるまで商会にいるほとんどの商人がそんなものを耳にしたことはありませんでした。最終的にリーユエから来た年配の商人がそれを知っていました。それは彼が若い頃にスネージナヤへと運送したことのある一種の材料でした。皆さん嫌々ながらも各地でその消化骨髄を探して税金として納めたのです。しかしそれはその場しのぎでしかありませんでした。上納する税金の要求が大きくなるにつれ、消化骨髄の値段がますます上がっていったのです。そして最後には、ある一人の商人の手にのみ残り、他では買えない代物となりました。And who is that vendor? How are they getting it? そういう状況って、独占って言うんだよな。 Do we need to go and beat up this vendor for you?Will that make us the tyrant? お詳しいんですね。その商人は値段をずっと上げ続けました。我々も法令の圧力からそれを買うしかなく、そのような悪循環が続いた結果、今や税金の値段が我々の利益をも超えようとしています。このままでは。Doesn't sound like the Kanjo Commission would listen.From all we've heard of them. 勘定奉行と法令について相談しようと試みたのですが、雷鳴とどろくこの国で窮地に立たされた商人の声など誰が聞くというのでしょう。フォンテーヌよ、我が故郷が懐かしい。ことがそんなんじゃ生きていけないだろう。お前はどう思う？ Yeah. Might be easier to look for this vendor than the Kanjo Commission. あの商人ですか。以前は彼とも交流があったのですが、その後は我々との関係も途絶えてしまいました。彼の商品の供給元がどこなのかもわかりません。確かに怪しいな。そいつを探す方法はないか？何か情報を聞き出せないか、オイラたちが探ってきてやるよ。おお、それはありがたい申し出。あなた方は外国から島に上陸したばかり、それに紹介のものでもありません。彼もそこまで警戒はしないでしょう。彼を探すなら居住区の海辺にある木の下へ行ってみてください。そこが普段我々と彼が待ち合わせに使っている場所になっています。わ、right. かった。オイラたちに任せろ。Okay. So this way.、Oh, anything else to say to us, Grace? 本当に。なんとお礼を申せばいいか。もしこの国で居場所がなくなってしまった際には、ぜひ我々万国商会へお越しください。きっとクリスは今も And is this crystal marrow? Wanna...、
おや、見ない顔だが新入りか？Yeah, we just arrived. いえよ、何しに来た？あっち行った。そんなもん教えたら商売にならないだろう。企業秘密だ、わかるか？企業秘密。ひどい態度だな。買うかどうかも決めてないのに、なぜ値段のことを？ほうほう、さてはわかったぞ。お前たちクリスに言われてきたんだろ。He caught on to us so quickly. That wasn't a very good conversation. あいつらには関係のないことだ。俺の利益を損なわないでほしいね。なんでだよ。言った言った、クリスのやつに伝えておけ。売ってやってるだけ感謝しろってな。うん、俺が、どうしよう、全く話を聞いてくれない。 Yeah. Time to get the real fixer on the case. そうだな、一度あいつに聞いてみるか。ふん、俺がいなかったら税金すら払えないっていうのに、値切るなんて何考えてんだ？He must have like some backing to be able to be so obnoxious. Is it the Kanjo Commission? Hey, Miss Yoko.Would you sell me food now? Doesn't seem like it. Oops. もう帰ってきたのか。問題は解決したのかい？ No, we are back here to ask for help. それがちょっと困ったことに。あ、いいよ。できる限りのことは協力する。来たばかりの慣れない地でいきなり問題を解決しろなんて確かに厳しすぎたね。あいつのことか。それなら調べたことがある。以前は砂浜で貝殻を拾って商売してたかわいそうなやつだったが、なぜか最近急に羽振りが良くなったらしい。 I wonder how and why. バンコク商会を抜けた後、新たな拠り所となる場所を見つけたのかもしれない。え、あいつも昔はバンコク商会の一員だったのか？じゃあ、あいつも外国人？ He did look like an outlander, and, well, his name gives him away. 彼の髪の色と目の色には気づいたかい？ Yeah. そう。ベルナーはモンド出身で、リーウェと稲妻の間で海運業をしていた。鎖国によって、彼は離島での滞在を余儀なくされた異教人なんだよ。そうだったのか。もともとバンコク商会も彼にひどい扱いなんてしてなかったんだが、後から出された数々の法令により商会自身も立場が危うくなってね。だからあいつは商会を辞めて恩知らずなやつに。それは言い過ぎだよ。この世に根っからの恩知らずはいないし、永遠に冷酷で残忍な奴もいないと俺はそう信じてる。え、もういいのか？どうやら切り込む隙を見つけたようだね。どうすれば解決できるのか、君の英知をもってすればすぐわかるよね。Appeal to his human sight, eh? 足元に気をつけて。Oh, that way. Yeah.
何しに来たんだ。確かに俺は暇だが、お前たちのために時間を費やしたくはないんだが。Ah, both is to allude to Mondstadt. Freedom, the city of freedom, man. The wind that led me back here to you. Ah? 何を言って。モンド、モンドのことを言ってるのか。あ、え、ああ、these are all things from Mondstadt. Let's see. Local specialties, yeah. A Cecilia. お前の口からモンドのことが聞けるなんて。前に帰ったのはいつのことだったか、それすらも忘れちまった。懐かしいモンド城の雰囲気、故郷に、はあ、帰りたい、自由の都へ。感情を揺さぶろったってそうはいかないからな。パイモン、You shouldn't have said that. え、今度は何だ。いいから目をつぶれって。波の音か。俺の目の前に波の音が、客引きの声が、リーユエコーの姿が浮かんでくる。消灯だ、怪盗祭だ、消灯が昇っていくのが見えるぞ。It's working again?想像力が豊かすぎると言うべきか。リーユエコーのことが懐かしすぎるのか。 He probably really does miss Liu Yue and Mondstadt, eh? はあ、リーユエ、リーユエよ。 Oh, let's see. Let's give him this. 清新。これは、もういい、もう思い出させるな。俺の心はもう。万国商会の人たちか。確かにみんな俺と同じく故郷を離れた者でした。俺はいつも夜の海辺に来ては波の音を聞いてる。ふるさとから届いた音だと思いながらな。そんな時いつも紹介の奴らがやってくる。でも俺は顔を隠しながら離れるしかなかった。Well, at least that means that he does feel ashamed to face them. And that's a good start, yeah? 気晴らしに奴らと一緒に話がしたいと何度思ったことか。俺だって愚痴をこぼし合いたかった。じゃあどうして。He has his reasons too. あいつらは心が強い。よりどころのなかった人たちが一致団結して生きていく術を探してるんだ。そんな真似、俺にはできない。That's not an excuse though. 少しの利益と約束だけで、俺は奴らの言いなりになっちまった。ふるさとの顔に泥を塗っちまった。Yeah, who are those people? いいだろう。言うよ。もうこんな葛藤はうんざりだ。大丈夫なのか？だが俺は
あいつらを裏切ってんだ。臆病なやつだな。間違ったことをやったらちゃんと償うべきだろ。だから早く一体何が起きたのか言ってみろよ。税金徴収を任せられてる足軽慶次郎たちがやったことだ。奴らが商人たちに告げた税率は実際より高いものなんだ。それで余った消化骨髄は奴らが蓄えてる。そして商人たちが入手先に困った時、高値で売るよう俺は指示された。そんな、何もしないで儲けようとするなんて卑怯だぞ。 That's his sauce。俺は奴らの操り人形になっていたが、その見返りは生活をギリギリ維持できるほど些細なものだった。証拠、証拠、そうだな。決定的な証拠がなければ奴は認めないだろう。そういえば、いつも俺が報告をした後、奴は毎回必ずどこかに行くんだ。いつも怪しいって思っててな。ついさっき慶次郎と会ったばかりだ。今から連れてってやるよ。よし、じゃあ早く行こう。 Let's go。 Looking for Kenjiro. Kenjiro is not someone we have met before, I think. Anyway, let's take a break here for now before continuing. Yep.Let's go in search of Kenjiro's tracks. Inazuma no Ryori. Yatsu da! Kenjiro da! Ikuぞ!Oh, okay, without being noticed, I see. How do we follow without being noticed? Yo, Ryoko. Oh.Okay, okay, I'm getting away, I'm getting away. Okay. Hey, hey, hey. That's all? That's all he said to Ryoko? Ryoko! Hey, I haven't paid yet. That's right. I should have been able to introduce the Bangkok Shoukai to the people. Oh, he's running. Huh? I heard something like that.Okay. 俺の聞き間違いか。おっと、長いしすぎた。あいつ、どんどん離れてくぞ。早く追いかけよう。おお。Okay. え？おお、what's he doing?こんな場所に何をしに。何か埋めたみたいだぞ。見てみようぜ。Yeah, definitely. He's no longer around, is he? Well.Which means a treasure trove of information? Oira wa tekkiri mura de mo umeta no ka to omotta zo. Gakkari. Ehe? Misete kure. Kore wa machiganai. Kore da.
取引の記録が一つ一つ綺麗に残ってる。これで奴の罪を証明できるだろう。証拠も手に入れたことだし、まずはクリス会長にこのいい知らせを教えに行こうぜ。じゃあ俺はここで先に帰るよ。Don't be shy, Wenna. You played a part in this too, in helping us find this evidence. え、一緒に行かないのか？会長に会うのはまだ少し時間がいる。すまない。ベルナーってひねくれた性格だな。We'll tell Kurisu on his behalf that he helped. Okay. Let's head back. Oh, Kenshiro is here.もう本当にありません。このままでは商売も損するだけで飢え死にしてしまいます。法令は法令、規則は規則、払うべきものは払ってもらう。言い訳は無駄だぞ。なあ、誰だお前、紹介の新入りか？へへ、 You want to know?お前の帳簿はもう手に入れた。それと隠してたものもな。転売して儲けてたことも全て公にさらしてやる。なんと、そうだったのですか。ずっと騙されてたのか。あの、しゃな、税金のことは俺は。帳簿を見せていただけますでしょうか。この帳簿にあるものと以前紹介が納めた税金の額は全て一致しています。間違いありません。慶次郎さん、もう何も言わなくて結構です。今はこのことをどう解決するかが先決。俺の弱みを握れたなんて思わないことだ。俺ただちょっとだけ利益に目がくらんだだけで。そういえば奉行武士は誉れと名簿を大変重んじると聞きました。奉行府からお咎めはなくとも、このことが露見すれば。おい、聞き捨てだなんぞ脅しか。それは俺を脅してるのか。 Obviously he is. Do we need to spell it out? いえいえ、ただあなたのような君子殿に汚点が残ってしまうことを心配しているだけですよ。じゃあお前が正しいということにしよう。で、どう処理するつもりなんだ。まだお手元に消化骨髄をお持ちですよね。それらを使い、これから先少しの間税金を立て替えてください。我々商人には状況を立て直す時間が必要です。Wouldn't Kurisu ask him to remove the tax hide instead? Is that something within his control? それだけでいいのか? Yeah, I'm wondering that too. あれらは俺が一生懸命運んで大事に隠したものだ。それを見せました。いいだろう。お前の顔に免じてただでやる。面の皮が厚すぎる。そんなんで納得がいくもんか。俺の店はもう何日も閉まってる。すべて友人の助けでつないでいる状態だ。この損失の責任は一体どう取ってくれるんだ。ハリソン、もういいんです、これ以上は。Have we? 搾取されるのはもううんざりだ。この件がそう簡単に終わると思うなよ。ハリソン、こんな場所で大声で叫ぶとは、法令に異でも唱えているのか。Oh, is this what Kurisu is worried about?
お疲れ様です、勝家組長。ああ、何を騒いでいる。その、税金のことで少々。彼らの世話をしているというのに、恩を後で返されまして。何が世話だ、こんなの横領だ。必ず新助様にもこのことを知らせてやる。新助。おお、勘定奉行様の名を直接呼ぶとは。ふん、よそ者はこれだから規則というものを知らない。この商人どもを連れて行け。何か言いたいことがあるのなら奉行府で話してもらおう。Oh, this is good. Sorry, this escalated quickly. まずい、このままじゃ。はあ、まったく皆さん、そんなに深刻にならなくても。何か相談したいことがあるのなら、お酒でも飲みながらにしませんか。誰だお前、誰がお前なんかと酒を飲むか。ここの顔役だぞ。Yeah. 私の名刺をどうぞ。ん？お？これは、シャブ業のものか？ヤシロコミッション？ What's that? ここは勘定奉行の縄張りだ。いくらシャブ業の権能が高かろうと、離島のことに手を出す資格はない。その通りですが、ここは我々のお嬢様の顔に免じていた。え？ What? What? What's this suddenly? So this represents the young lady? タキタク。Okay, that's a bit strange. お二方も。将軍様にお渡しされる上層の中でご自身の名前を見たくないでしょう。そのセンスは白鷺の姫君。非科の令状にご足労させるつもりはない。我々も余計なことはごめんだ、すべて忘れよう。勝家組長、しかし行くぞ。いつか日を改めてお食事でも。その際は私のおごりですので、お二方ともどうかご遠慮なく。Who is Thomas? Like, huh? He seems powerful enough, at least against those guys. 無視された。人付き合いに影響が出ることはしたくなかったんだけど。ありがとうございます、トーマさん。しかし、我々のせいで、あなたと勘定奉行の間に亀裂が。 Oh, I just noticed that Toma has a pyro vision. さっきのは冗談だよ。こんな代価、些細なことさ。礼ならこちらの旅人に言ってくれ。彼女が形勢を変えるきっかけを与えたんだから。今後はあの足軽たちも少しは態度を改めると思うよ。お前、さっき一体。ここは人が多い。場所を変えて話そう。Where? ひどい。ひどすぎる。Indeed it is. 本当にありがとうございました。状況を立て直す時間ができただけでも幸いなことです。Okay, let's look for Toma. Is it? 勘定奉行はやはり骨の髄まで腐ってたか。そうだ、そろそろ本題に入ろう。何が聞きたい？I would like to know about both, actually. Let's start with this. いきなりそのことか。じゃあ改めて自己紹介しなきゃね。俺は鳴神島のシャブ業神里家に属している。白鷺の姫君の側近だ。Ah,
I see. So he's from Narukami. なんだって？本当の身分をオイラたちに隠してたのか。 Well, isn't exactly like we asked. そのシャブ業も三部業の一つなのか？ Oh yeah, the Tri Commission. ああ、シャブ業の神里家は祭祀活動や文化、芸術などを管理する家系だ。具体的な責務は俺にもわからないものが多い。そして俺はただ運よく神里家に迎え入れられ、白鷺の姫君という名誉を持つ神里家のご令嬢、神里綾香の世話を任せられている。白鷺の姫君、さっきの二人の反応からして稲妻で結構な有名人みたいだな。Yeah, she's the new character on the Wish Banner, right? もちろんさ、礼儀正しく優しいお心を持つお嬢はかねてより稲妻の民に敬愛されている。その名声は当代当主をも超えるほどだ。そう、彼女の兄神里綾人よりもな。お嬢は俺のような側近にさえ友人のように平等に接してくれる。心の優しいお嬢がみんなから好かれているのも納得がいくだろう。そこが重要な点だ。正直君たちに隠し事はしたくない。顔役という身分は偽装しようと思ってできるもんじゃない。俺は正真正銘1ヶ月もかけて離島にいる全ての人と顔見知りになり、北斗の姉子と仲良くなったんだ。たった1ヶ月で？すごすぎる。少し才能があっただけだよ。それにこれも全て君たちをいち早く受け入れるためだったんだ。今は鎖国令が敷かれているが、君たちがモンドとリーウェで活躍したことは稲妻にも伝わっている。Oh, is he going to bring us to see Ayaka? 神里Ayaka, is that it? 君たちが稲妻への渡航を望んでいると知ったお嬢はその到着をずっと気にしていたんだ。それと同時に、君たちが噂通り形勢を変える力があるかどうかもね。形勢を変える？さっきの試練では最後にいくつか予想外なことが起きたが、それでも君たちは形勢を変えるきっかけを与えることに成功した。 Oh, so that was a test? お嬢の期待通り勢力の間に巧みに取り入り、人の心にある隙をついた。君たちが協力してくれればメガリレーは、Yeah, we are here to look for our brother, right?予想外の展開だ。情報に間違いがあったか。そうか、それは理解してるよ。それに俺も君たちを導くって約束したしね。It's good that he can do that. あれ、トーマがあっさりと受け入れた。What does he want in exchange? ま、とりあえず離島での任務は終わったんだ。しばしの別れと行こうじゃないか。え、That's all? ああ、そうだ。この招待状を君に。鳴神島に来たら、ここに書いてある木漏れ茶屋に来て、俺を訪ねてくれ。OK、木漏れ茶屋、ティーハウス。それじゃ、健闘を祈るよ。はぁ、トーマって、実は結構いいやつなのかもな。オイラたちも先に進もう。 Yeah, but how about the travel permit? How are we going to get to Narukami? お、どうした？ Yeah, exactly. あ、そうだった。オイラ、なんでそんな大事なこと忘れてたんだ。トーマ、come back! トーマも忘れてたのかな。Probably another test. まったく、どうりであんなにあっさりと言ったわけだ。離島を離れたら木漏れ茶屋に行って絶対にケリをつけてやる。Yeah.
あるのみ。離島から出る関所に行ってみよう。うん、OK。Let's go! Oh, this invitation. Let's see. This one? Oh, and we still have the hidden leisure. Okay. Komore Tea House invitation letter. A seal of the Yashiro on it. Okay. Try to leave Rito. Sounds like try means that we can't do it, right? I wonder, can we buy things already? Not yet? Maybe. Okay. Let's try anyway. Oh, Robert's still troubled about that. Oh, let's see. Eureka is still here. Will she say anything different? Nope, still the same. This is the border? Kobayashi.お待ちを。通行証をお出しください。We don't have it. ちょっと、鳴神島に急用があって。通行証がないのでしたら、お帰りください。規則ですので。はあ、やっぱり。What do we do to get a travel permit then? 旅人、なんか考えろよ。どうやったら外に出られるんだ? Yeah. If the Yashiro Commission has heard of us, the Kanjo Commission might have heard of us too, yeah? 勘定奉行の偉い人に直接会いに行くってことか? Yeah. そいつの手下にはまだ文句が残ってるけど、やってみるしかないな。もしかしたら、オイラたちを歓迎してくれる可能性だってあるしな。I'm not sure I want him as a fan even if he is with subordinates like that. Let's see. Go to the Kanjo Commissioner's office, which is this way. What was the commissioner called again? I remember seeing...His name in Roll's diary. Here, but we know that the Kanjo Commissioner is a descendant of Hiroshi of the Hiragi clan. Okay, let's go look for him. This way.待て、ここは勘定奉行所。部外者は立ち入り禁止だ。Have you not heard of us? オイラたち、勘定奉行に会いたいんだ。Even though we don't have an appointment, but I'm sure you can make concessions. 勘定奉行様は普段外国人になんて会わない。早く帰れ。さもなくば我々が。Oh, is this guy the commissioner?いや、待て。ああ、ヒラギ・シンスケ。コミッショナー、オッケー。あ、奉行様。この二人は遠くから来た賓客だ。そんな古いやり方はよせ。さあ、来るといい。話は中で聞こう。
今の聞いたか？申し訳ない。Let's go in. Oh. 私は柊木慎介、勘定奉行柊木家の当主をやっている。君たちに会えて実に光栄だ。会えて嬉しいぞ。まあそうせくな。せっかく有名な二人の旅人が来たんだ。そう焦って本題に入らなくてもよかろう。オイラたちって有名なのか？もちろんだ。風魔竜を倒し、渦の魔人をも鎮圧するほどの実力を持った人間がこの世に何人いるというのだ。ヒヒ。おっしゃる通りだ。それとリーウェコーでファデュイの計画を阻止し、決戦の最中彼らの執行官を倒したのは本当か？ Yes, yes, we did that. そんなことも知ってるのか。確かにハンターだぞ。やはどうしたんだ？いや、何でもない。ただ君たちを称賛しているんだ。There must be something more, right? お二人がこの離島に訪れたのは実に光栄なこと。And? かねてよりお二人は熱心な方だと聞いている。我々勘定奉行のためにちょっとしたお手伝いをお願いできないだろうか？That really depends on what kind of assistance you're asking for. いいぜ。遠慮しないで何でも言えよ。な。よかった。それなら。Why do you agree so quickly though? Like what if he's asking us to, I don't know, get texts from Kurisu and all? 知っておられると思うが、リーゆえの山には精神と呼ばれる植物が生えている。 Yep, I've quite a number of them on me. オイラたち、それを取ったことあるから知ってるぞ。リーゆえに行って取ってきてほしいのか？ああ、新鮮な精神を300個ばかし取ってきてほしい。新鮮で取り立てのものだ。わあ、オイラの聞き間違いか？ Yeah. おっと、そんなに面倒なことであったか。そうだな。それでは島の手紙配送を手伝ってくれないか？ I guess I can help with that. それならいいぜ。全部で709通だ。本当にオイラたちがやらなきゃいけないことなのか？ Exactly. すまないね。しかし島は確かに人手不足なんだ。 He's just finding trouble at us, right? He doesn't really want to help us or anything. Who's this lady? 理由もありきたりだな。どうするんだ旅人、本当に手伝うのか？さすが旅人殿。では私は返事を待つことにしましょう。本当にあんな依頼を受け
しすぎるぞ。へえ。前に言った依頼はもう終わったかね。終わったら私に言ってくれ。What, the letters? So if we leave now, will that lady catch up with us? Let's see. お待ちを。おお。どうかしたか？お嬢様からのお手紙があります。どうかお読みください。So she's his daughter? I wonder? A sister? 手紙？はあ、見せてくれ。おお。ほう、OK。これって夜こっそり会いたいってことか？Seems like it。それにお前このことに感づいてたみたいだけど、なんでだ？Yeah, we shared a glance。こっそり何やってんだよ。夜になったら彼女に聞いてみよう。Okay. Let's see this letter, Well, we'll go meet Miss Chisato. Let's stop here for now and continue next time. If you enjoyed our video, like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye!